典型的な木製ブーメランブーメランは、狩猟やスポーツに使われる棍棒の一種。かつては、ヒキョライキとも訳されたミングである。大型のものを除けば、手で投げて、飛ばすことができる。投げた後にある程度の距離を飛行した後に手元に、帰ってくる種類が、特に有名であり、一般に、ブーメランといえば、この種のものが連想される。 1950年代後半から1970年代前半の日本では駄菓子屋でプラスチック製のブーメランが子供のおもちゃとして好評を博し60年代の特撮作品怪獣王子で主人公の少年が使う大型の武器として採用されたり小学館の子供向け雑誌などにも紙製ブーメランが付録として添付されるなど子供を中心に 日本でも馴染みの深い玩具として浸透した。チャールズ・アースキンによるブーメランを投げるアボリジニのイラスト多様な形状のスポーツブーメラン投げやりとブーメランで鳥をかろうとしているアボリジニを描いたスケッチオーストラリアのアボリジニが狩猟や儀式などに使っていたものが有名だがブーメランに類したものはアフリカやヨーロッパの岩や遺跡に描かれている。ブーメラン自体は木製で古いものは 途中から発見されていないが、岩江や遺跡の年代からその歴史は、紀元前まで遡れるようである。アッシリアの壁画から、当時、ブーメランは、兵士の標準的装備品であったことがわかる。インドにおいては近世まで使用された、オーストラリアのアボリジニのものが有名である。一般に考えられる、手元に戻ってくるものがブーメランであり、さらに重く大きな運動エネルギーを持たせた、狩猟用の、 手元までは戻ってこないものはカイリー、またはカーリーと呼ばれる。世界の他地域では弓矢の導入で廃れたが、アボリジニ社会では、ブグ、ギレーグ、標識、ホリボーなど、用途に応じて様々な形に発達した。220年前に入植した白人は、怪奇型の不思議に見せられ、このブーメランを19世紀以降オーストラリア全体のシンボルとした。また起こし、 安全に帰るとの意味で、ホテル、交通機関、爆撃機のシンボルにも使い始めた。現在は世界中で競技会もあるが、アボリジニは自らのアイデンティティ回復のために、反、アボリジニシンボルとして再活用し始めている。弓矢や銃の登場により、ブーメランは姿を消し始めるが、近年において、ブーメランは原理的にプロペラと同一のものとして扱われ、 装飾品あるいは玩具、または競技用として親しまれるようになった。日本では1830年に発生した麦浦井国船漂着事件にてイギリス船から日本初のブーメランの投擲を受けている。世界スカウトジャンボリーで自作のブーメランを作る少年たち石でブーメランを磨くアーボリジニの男性材質は木材か同程度の比重を持った人工素材が主である。しかし、 手軽な紙コップや型紙等でも作成できる。形状は複の字型になっているものがよく知られているが、これ以外にも十字型や三角形の感情のものなどがある。いずれも板状であるが、さらにその断面を見れば、片面は平らでもう一方は膨らみを持っており、飛行機などの翼に近いものである。ブーメランを投げる瞬間ブーメランを構えるアボリジニの男性投げ出されたブーメランは、自転しながら、 大きな遠軌道を描いて戻ってくる。その飛行原理を理解するには、自転するブーメランに働く揚力と、飛行中のブーメランが、自転軸の方向を変え続ける様子をそれぞれ考えると良い。ブーメランは、大気中で自転すると、竹とんぼやヘリコプターのローターと同様、回転面に垂直な向きに揚力を発生させる。飛行中のブーメランは、 回転面を傾けて揚力が斜め髪型を向くような姿勢で自転している。この状態で斜め髪型を向いた揚力の延直上向き成分が自重を支え、水平方向の成分がブーメランの軌道を曲げながら飛行する。もしもこの状態のブーメランが自転軸の方向を変化させなければ、ブーメランは水平面内の放物線軌道を描きながら横方向に飛び去ってしまうことになるが、 実際には口実するような再作運動などによって、自転軸の方向が変化し、揚力の水平方向の成分はブーメランが、円軌道を描くように向きを変えつつ更新力として、働くことになる。また、ブーメランの自転によって、ジャイロ合成が生じ、安定した姿勢を保つことができる。自転するブーメランに揚力が働くのは、その翼断面が、 いわゆる一般的な翼と同様に上面が膨らんで、仮面が平らか、上面が凸となるように沿った形状をしているからである。この構造によって、効率的に上面側に揚力が発生するようになっている。また、さらに工夫されたブーメランになると、翼上面を乱流境界層で覆わせるために少し、凸凹がつけられたり、独特な翼断面形状を採用しているものもある。 自転軸の方向が変化する仕組みを理解するには、交体回転運動に生ずる最差運動を理解する必要がある。これは、自転する円盤に、その自転軸と直行した軸周りにトルクを加えた場合、円盤自転軸とトルクイン果軸それぞれに垂直な軸周りに回転運動をするというものである。今、回転とその向きを右ネジの原理で考えた場合、プリセッションによる回転の向きは、 自転軸の向きをトルク軸へ合わせるように回転させた場合に一致する。別の表現をすると、右手で親指、人差し指、中指をそれぞれ直行するような状態にしたとき、人差し指が自転軸の向き、中指がトルクインカ軸の向き、親指がプリセッションの向きとなる。さて、ブーメランがその時点面を垂直から少し傾いた状態で飛行している場合、 ブーメランの翼にあたる相対風は時点面内で異なる。すなわち、ブーメランの時点により瞬間的な翼の運動の向きが進行方向に一致している部分と進行方向と逆行している部分が現れる。すると、翼の前身側では相対風が大きいことにより揚力が大きくなり、翼の後退側は揚力が小さくなる。 ここで想定しているブーメランの飛行状態では、上半分が翼の前進側で揚力が大きくなり、下半分が翼の後退側で揚力が小さくなる。すると、ブーメラン自転面の上端を自転軸向き側に回転させようとするトルクが発生する。このトルクで自転軸の向きがトルクン果軸の向きへ向かって回転するようなプリセッション運動が有機される。以上より、 ブーメランの合体としての回転運動と揚力の水平成分の組み合わせによる更新力により、ブーメランは旋回軌道を描くことになる。また、ブーメラン自転面の前方半面で発生する揚力の影響で、後方半面でのブーメランの翼の向かい角は相対的に小さくなり、後方半面で発生する揚力が前方半面よりも小さくなる。これによって、 ちょうど蒸気のプリセッション運動の向きのトルクが引火されることになり、このトルクによるプリセッション運動はちょうどブーメランの時点面が水平で時点軸が上向になるような回転運動となる。以上のようなもう一つのプリセッション運動が旋回して手元に戻ってきたブーメランが水平ホバリングするような挙動を示す要因であるとされる。オーストラリアのアボリジニのブーメランは その翼端がひねってあるのが特徴である。これによって他のブーメランにはない複雑な軌道を描くことができる。なお、詳細な理論的分析はまだ不明であるが、2008年3月に宇宙の無重力化でも地球上と同様にブーメランは手元に戻ってくる運動現象が土井高尾宇宙飛行士が国際宇宙ステーション、米国実験旨、 デスティニーの基地内で行った実証実験により確認された。本実験は、土井の知人であり2006年に、ブーメランの競技の一つである、オーストラリアンラウンド種目で、世界一位となったトガイ、都外康弘の提案、依頼に基づくものである。都外は、出発前に、土井に投げ方を指導の上、直径 13cm と 20cm の、紙製ブーメラン2種類を託していた。 空の高さが低く、人々が空と地面の隙間を張って生きていたはるか、昔、あるおいた族長が、魔法の池の水を飲むと、池から、まっすぐな美しい棒が現れた。族長は、立ち上がれるようにするためその棒を使って空を、今の高さまで押し上げた。すると、木は高く伸び、ポッサムは木の枝を走り回り、カンガルーは跳ね始めた。しかし、まっすぐだった棒は曲がってしまった。 族長は曲がってしまった棒を不要なので遠くに投げ捨てたが曲がった棒はなぜか戻ってきた。こうしてブーメランが生まれた。ありがとうございます。